はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の二次曲線と直線丸4をお送りします。で、今回このね2問やりますので、まず1回止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらって厳しいと思う方は今からね自分が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、まあ、先週ね見ていただいた方はあれと思うかもしれないんですが、取り直しをしております。ちょっとね答え間違っちゃったんですよ、1番、申し訳ない。では行きましょう。で、これ2問、まあ、すごく、ね、有名な問題なんですよ。で、有名で途中式がめちゃくちゃ長いんですね。で、口説明が増えます。全部書いちゃうと多分入んないんですよ、ここ。なので若干口説明多めになるんですが、まあ、聞いてみてください。で、まず1番は楕円が、まあね、主役としてあります。で、接線求めたいんですけど、前やったそのこうやってね楕円があって、その楕円上の点、あ、接点が分かっている状態の接線は公式があるんですよね。でもそれじゃなくって外の点、まあどっか分かんないけど4、1みたいなのがあって、ここにそっから接線引きましたよっていうタイプの問題です。で、この場合はまず接点、さっきも言ったように接点が分かってれば公式使えるので、この接点を文字を使って置いてしまいます。だからこれ、この辺の言葉もね、あの端折り気味で書いちゃうけど、まあ、公式の時にもね x1、x2 じゃねえや、 x1、y1 か使ったんで、まあこう置きます、接点をね。で、そしたら公式が使えるから、接点を置いたことによって接線が x1x プラスで、今 2y2 乗なんで 2y1y イコール6となります。下の a2 乗 b2 乗今1でね ないというか書かなくていい状態なので、これが接線になる、まあ主役のね。で、じゃあこっからどうするっていう話なんです。今ね接点置いて接線出ましたと、出ましたっていうか置きましたと。で、そしたら、まあ、順序はどっちでも構わないんですけど、まず、点4、1、裏返ってる。4、1がありますよね。で、図書いたら分かるように、この4、1は当然この接線を通ります。接線を通るっていうことは代入して OK ですよね。だから、4を X、1を Y に代入すると、4X1 プラス 2Y1 イコール6と、こうなります。で、後々のことを考えて、これ y1 イコールに直しておいてください。で、こっち持ってきて、全体2で割ってるので、マイナス 2x1 プラス 3 と。これで1個目の式がゲットできました。で、もう1個です。じゃあもう1個どうするかっていうと、接点、こうやって置きましたよね。で、これもね、図見たらわかるように、この接点当然楕円の上を通ります。だから、この楕円のところの式に、この接点の x1、y1 代入して OK だと。だから、まあ、代入ですね、書き直すだけですね。x1 2乗プラス 2y1 2乗イコール6と。これで、まあ、ちょっとずれてますけど、2個、式がゲットできたので、この連立を解いて、あとは x1 と y1 の値を出しに行きます。で、まずちょっと代入して、まあ、代入法でね、y1 のところにこれ入れましょう。一回書こうか。プラス2カッコ。こうなって、6と。下まだ2行ぐらいいけるかな。で、こいつなんですけど、ちょっとね、拭くのが用意しなかった。全部ね、書くと入りきらないんで、ちょっとこっちで一回計算して、まあ、まとめたらここに書かせてもらいます。で、この2乗のところが、4x1 だ、4x1 2乗だから2配って、この x1 足すと、9x1 の2乗ですね。で、こいつがマイナス、12x1 に2を配るから、マイナス 24x1、9に2配って18、6持ってくるから、そいつとくっつけると、プラス12イコール0ですね。ね、めっちゃ口暗算ですけど。で、全体3で割ります。そうすると、3x1 の2乗、マイナス 8x1 プラス 4 イコール0と、こうなります。で、これは足す気かけがいけるので、
たすきがけをやってもらうと、こうですね。ちょっとインクが薄くてごめん。出なくなっちゃった。だから、これ下ギリ入ってるよね。消します。つまり、X1 イコール3分の2と2と出てきます。2つ出てきました。で、結局 X1、Y1 のコンビがセットで欲しいので、つまり、X1、Y1 のコンビを書いていくと、まあ、X1 はね、今出したように3分の2と2です。じゃあ、X1、例えば3分の2の時、Y1 どうやって出すかっていうと、X1 と Y1 を繋いでいる式を探します。で、どこにあるかっていうと、まあ、これも繋がってるんですけど、2乗めんどくさいので、こっちで行きましょう。この式だね。X1 に3分の2を代入します。そうすると、マイナス3分の4、プラス3分の9だね、こいつは。つまり、Y1 は3分の5になる。2も同じです。ここに2を代入すると、マイナス4プラス3だから、Y1 はマイナス1と。これで、X1、Y1 のコンビが出ました。で、今求めたいのはこいつじゃなくって、接線の方程式。接線どこにあったって言ったら、ここにありますよね。つまり、この式の X1、Y1 に値を入れてあげれば、あと終わり。で、整理します。で、まず入れましょう。3分の2を入れると、3分の 2X、プラス3分の2がいるからね。10Y イコール6。で、前回ここを間違ったんだ、俺は。で、全体3かけると、こうですね。で、2で割れるので、結局 X プラス 5Y イコール9と。これが1個目の式です。忘れる前に書いとこう。X プラス 5Y イコール9と。で、もう一個、2とマイナス1も入れると、2X マイナス 2Y イコール6。全体2で割れば、X マイナス Y イコール3となりますので、よいしょ。これあれかな？まあ、縦で書いても入るかな？前回入ったしね。X マイナス Y イコール3と。ちょっとインクがね、もう出しすぎちゃった。濃くなっちゃったけど。これで終了となります。一応ね、前回やったのと、まあ、さっきも解き直したんですけど、合ってるよね。大丈夫だよね。あ、OK。といった流れです。まあ、有名なんでちょっと若干復習するね。軽く。まず、接点置きます。公式使いたいんでね。接点置いて、それによって公式が使えます。で、その接線を、まあ、外から引いた点、もちろん通ってるので、代入します。1個目の式ゲット。置いた接点は、楕円を通ります。2個目の式ゲット。あとは、連立してまとめましょう。みたいな流れでやってください。で、ことで2番です。で、2番は、ま、前回同様、また中点出てくるんですが、まあ、楕円と直線がありますと。で、こいつらが異なる2点 PQ で交わるときに、線分 PQ の中点 R の軌跡を求めろという問題です。で、これはやることが2つあります。やることが2つ。で、まず1個目からいきますね。で、交点について考えてるので、まず代入、まあ、連立でね、代入法を使ってしまって、式を1個にまとめちゃってください。だから、また Y のところ、ここね、ここに X プラス K 代入してしまって、4x プラス k の2乗イコール4。これまとめます。そうすると、まずこれが 5x2 乗なのか。からの間違いなんだよね。待ってね。8か。8kx プラス 4k2 乗。で、この4をね、左側に持ってきて、これが、まずまとめた式です。いや、こうなりましたと。で、まずやること1、ここから行きましょう。で、今2点 PQ で交わりますよね。この PQ の X 座標だけで構わないので、ここを文字を使って置きます。で、今回アルファベータって置きましょう。こう置きます。で、こう置いて、で、この後どうするかっていうと、解と係数の関係、前回ね、やりました。ギリ入るかな？で、解の係数の関係が使えるので、交点。アルファ足すベータ。二つのね、X 座標の解を足したものは、マイナス A 分の B です。公式ね、マイナス A 分の B。つまり、
マイナス5分の 8K となります。足したもので、かけたもの、アルファベータは A 分の C ね。 C これ塊です今。だから5分の 4K 2乗マイナス4と。これも解と係数の関係。あ、超ギリだったね。ここが切れてるから。まあ、こっちあんま使わないんだけど。こんな感じです。で、こっち行きましょう。今求めたいのは中点、R ですね。で、ここで R が主役なので、R を、座標を XY と置いていきます。まあ、すると。そうすると、中点っていうのは、それぞれの、まあ、座標ね、足して2で割ったものになるから、まず、この X、まあ、X 座標のを考えていくと、今、こうあるじゃないですか。で、まあ、PQ、どっちかわかんないけどね、PQ があったときに、それぞれの、X 座標を足して2で割るんだよ。で、今、X 座標、アルファベータって置いてるから、足して2で割れば、X 座標出てきますよね。で、アルファ足すベータがちゃんとあるから、もう、ここに。つまり、これを2分の2で割ると、X イコールマイナス5分の 4K となります。こうやってね、解と係数の関係使って出したものをうまく持ってくると。で、それプラス Y も出しておきたい。で、Y をどう出すかっていうと、この、あ、今消しちゃったね。消さなきゃよかった。こうあるでしょ？で、今、R 中点なんでここなんですけど、ここっていうのは R。見て、図で見て分かるように、R はこの直線通りますよね。楕円は通らないですけど。だから、この X 表のこの値、直線通るから、ここ代入していいんだよね。通ってるから。つまり、Y は X を今、マイナス5分の 4K に変えれば、Y イコール、マイナス5分の 4K プラス K になります。代入したら。で、それ計算すると、マイナス5分の 4K。あ、いいんだよ。足すと5分の 5K だから、こうか。5分の 1K と、こうなります。さっきとなんかちょっと違うんだな。あ、違くない。当てた。ごめん。こうなる。今、代入しただけですね。で、奇跡を求めたいので、この左側、X イコールマイナス5分の 4K の部分、ちょっと改造します。どう改造するかっていうと、両辺にマイナス4分の5をかける。なんでかっていうと、K イコールに直したいんです、これ。そうすると、マイナス4分の 5X。こうなります。で、Y と X だけの式にしたいんで、K を間に通す。ここの Y の、Y イコール5分の 1K のこの部分にこれを代入するんです。K イコールに直したから。そうすると、Y イコール5分の 1×K なんだけど、K をこれに変えればいいから、マイナス4分の 5x。つまり、y イコールマイナス4分の 1x っていう直線の式が出る。これが奇跡なの。でも、ここまででも結構お腹いっぱいな感じでね、いっぱいやってるんですけど、まだやること1個目なんです、これは。で、もう1個あります。で、それが判別式。なぜかっていうと、今ね、問題文にあるように、これ異なる2点 PQ で交わるって書いてあります。当然、直線にね、K が入っちゃってるんで、これは動きます。傾きじゃねえや。切片変わるからね。で、2点で交わってればいいんだけど、こうすれば。成り立つんだけど、動いてるから交わんない時が出てくるんだよ。つまり、ちゃんと交わってる時しか答え出ませんよっていう風に、まあ、範囲をつけなきゃいけないので、そのために判別式をやっていきます。で、どうしようかな。もうちょっと入らなそうなんだよな。いいか、本当はね、異なる2点 PQ で交わるのでとか欲しいんだけど、もういきます。4分の D。今、こいつです。こいつで考えてね。こいつの4分の D。で、B' 2乗マイナス AC なので、B'。この 8K の半分が B' だから、それの2乗で 16K2 乗。マイナス AC だから、マイナス5をね、これにかけるって考えるとやりやすい。ので、こうなって、こうなって。で、異なる2点で交わるためには、判別式が正、大なり0になる必要があるので、こうなると。で、あれ解きます。いい？で、まとめると、これがマイナス 4K2 乗になるから、全体マイナス4で処理すると、マイナス4で処理したからね、向き変わりますと。で、これが、
うむうむだな。ちょっと上書こっか。まあ、k プラスルート5、まあ、k マイナスルート5なんていうふうに、ね、考えることができるので、で、小なり0だから k をそのマイナスルート5とルート5で挟みます。あ、これが k の解ね。ただ今求めたいのは x の範囲を求めたいんです。 k の範囲、これ書いちゃダメだからね。 x を書きたいと。じゃあ k と x つないでるもの、そう、 k の部分を x に変えたいからさ、 k と x つないでるものないかなって考えたらここにあるんだよね。 k と x をつないでるでしょ。つまり k の部分にこのマイナス4分の 5x を入れます。ちょっと入らんで消しちゃうけどね。まあこうなるでしょ。で、真ん中は当然 x だけにしたいので全体にマイナス5分の4をかけます。こいつ消したいから。そうするとマイナス5分の4かけるとこうなる。で、こっちはマイナス5分の4ルート5になる。で、全体マイナスかけちゃってるからこの向きが変わって、まあこうなると。もちろん書き直すけどね。つまり x はマイナス5分の4ルート5から5分の4ルート5の部分しかないですよって。で、それも含めて答えに書きます。ちょっとこの辺ね、かなり端折ってるけど、じゃあ答え書いていきましょう。で、まず奇跡の方から書くんですけど、これ奇跡が答えなのでちゃんと直線って入れてください。これ入るかな直線 y イコールマイナス4分の 1x なんだけどの今書いた部分ですね。なんだっけ、マイナス5分の4か。これのマイナス5分の4ルート5から x ね、5分の4る、この部分だけですよって、ここまで書いて丸となります。下引き対戦、ちょっと待って、よいしょ。これ答えだけ見てこれやったらすごい見にくくてごめんね。これ大丈夫かなといった感じで解いてみてください。これね、ちょっと確認していい？合ってるかな大丈夫かな。よし、では2番の一応復習です。で、このタイプの問題、まずやることは2つです。で、1個目は奇跡を出すために、まあ式ね、1個にまずつなげちゃいますけど、そっから x 座標アルファベータって置いて解と係数の関係使います。そっから中点の部分をこう x と y を、まあ k をつないで、ね、k をね、間に挟んで持ってくる。で、K を間に挟んでるから、その2つをつなげて1個の式にする。それで奇跡が出てくると。ただそれだけで終わらなくて、異なる2点で交わるためには判別式が正、それを解かなきゃいけない。で、それを解いて2つを組み合わせて答えを書いてもらえば OK になりますので、ぜひこんな感じでやってみてください。では今回は高校数学数3の二次曲線と直線丸4をお送りしました。今回もここまでね、ご視聴いただき本当にありがとうございました。では次回引き続きね、動画撮っていきますので、もしよかったらそちらの方もぜひね見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。